レディーガガさんのジューダスのやつを見て、もう一発でいける人はえいってやるのがいいんですけど、なんかフェスの時とかみんなでやったりとか楽しいと思うので。こんにちは、松崎まりんです。私は普段雑誌などにも出させてもらいながら、少し前まで渋谷の109ってところで働いてたんですけど、今は自分でちょっと美容系に関わる仕事をしています。で、今日はコメントとかにもちょいちょいあったなんかレディーガガ風のメイクみたいなのをやろうって思って、日本でもちょっとバンダナ流行ってるので、バンダナを PV で使ってたやつのメイクをやってみました。ぜひ見てください。どうぞとりあえず肌がすごい綺麗なイメージがあったんで、ベースからそれコンシーラー代わりにピンクベージュで肌のコントロールをカラーをしてくれるので、一応ベースに使いました。 PV を見た感想なんですけど、肌が綺麗でちょっと暗めの感じだったので、ちょっとトーンの暗いものを選んでファンデーションつけてください。でパウダーもそのファンデーションに合った色をしっかり押さえつけるようにマットに仕上げてください。で結構PV 見てて思ったんですけど、メリハリがすごいついてる気がしたので、まあ、あと小顔なので小顔にも見えるようにシェーディングを使って、ここら辺とかあとこの頬骨下のあたりに入れられるようにしてください。アイシャドウが今回そんなにアイシャドウの発色っていうよりは目の彫りを深くしたかったので、まずは薄いブラウンでもうアイホール眉毛の下まで全体に入れてください。その後ちょっと濃いめのブラウンを使って下のまぶたのスレスレのところ、そんなになんかシャドウの発色を見せるっていうよりは、もう外人さんの彫りに近づくようにみたいな感じで描いていってください。でそのままこの濃いものを使って深くなる部分、二重幅のところに入れて影を作っていってください。次に一番ちょっと今回の大事なアイメイクなんですけど、まずは目頭にラインが突き出てたので、まずそこから引いて、でそのまま目の位置に合わせてラインを引くというよりは、ちょっと上からスタートで割と高い位置から跳ね上げラインを書いてください。まずそのラインを左右対称に、大丈夫かなって左右対称になるように上のラインを引いたら、この下の2本の方が難しくて、結構私もやり直しちゃったんですけど、1本目は目のちょっと5ミリ下ぐらいにから、さっきの1個目に引いたものと平均になるぐらいに引くラインをまあ先に作っちゃって模様を描くのもありだし、もう一発でいける人はえいってやるのがいいんですけど、まあ、分けてもいいので最後はつながりができるようにしてください。でも一番最後のやつは2つに平行になるように下目に下がるように描いてください。多分 PV だともっとこのラインが近くてもっと目にも近いんですけど、それをちょっとやっちゃうと日本人だからかなんかすごい似なくて、全然動画とか画像よりは話してるんですけど、その方がちょっとなんか日本人のこののぺっとした彫りがない顔には合うみたいなので、こういう風にしました。左右対称が絶対対称とか絶対無理だと思うので、なんとなく似るように修正かけてやってください。その後眉毛なんですけど、眉毛もちょっと変わってて、ただまあその直接黒でビャーって引いちゃうとインクももったいないし、すごい黒くなっちゃうんで、まずはどういう風に引こうかなっていう線を濃いブラウンで引いて、まあ、影にもなるので、まあ、自分の眉毛より長く描いてください。でそのままノーズシャドウにも、レディーガガさんめっちゃ鼻が高いんで、こっち日本人はいっぱい入れてください。結構もうこの辺まで描いちゃって、ここにも影ができるようにいっぱい塗ってください。でそこにまたさっきのリキッドのアイラインを使って埋めるように、その全部をこう描くんではなくて、なんとなく毛みたいな感じで描いていって、結構私も気づかなかったんですけど、動画を見てると眉毛が割れてたので、眉毛を半分の1ぐらいの位置から下
下に鹿の角みたいな感じで割ってください。マスカラは普通に、今回つけまつげとかまつエクもつけずに、とりあえずもうこのアイメイクに目が行くように、まあ、今回使ったマスカラもそんな主張があるものというよりはなじませるもので伸ばしていきました。リップはちょっとなんか深みのあるけど明るい色だった印象があったので、まあ、1個目にすごいツヤのある赤いちょっとプルッとするリップを使ってベースを形取っていって、2個目に使った色はもうこれ単体で使うと結構黒っぽくなるような深いリップなので、それを上から重ねることによってちょっと混ざってマットだけど暗すぎない色になるので、そういう感じで混ぜるのもおすすめです。メイク動画見てたらわかるかもなんですけど、途中までの私の髪でやったら雑技団みたいになっちゃうんで、髪の毛もウィッグもこれなんかこれもこれもセットで売ってるやつなので、ブロンズのウィッグと、まあ絶対家にあるような100円ショップでもいい買ったようなバンダナをつけて、一応動画では赤と黒を使ってたんですけど、私最近よく服で赤使ってるのでこれを持ってきました。このウィッグつむじがここにあるとこうかき上げてる風にしたかったんで、ここにあるとなんか大変なことになったんで、ちょっとつむじの位置をこっちにずらすことで動きが作れるので、まぁ、ちょっとウィッグなので自然にはなっちゃうかもなんですけど、バンダナとかでも隠れるので、この立ち上げは重要視してください。これで完成です。と今回はレディーガガさんのジューダスのやつを見て真似てみました。まあ、全然程遠いんですけど、レディーガガさん風なのでモノマネメイクみたいな感じで見てもらえればと思います。なんかフェスの時とかみんなでやったりとか楽しいと思うので、ぜひ見てください。他にもいろんなメイク紹介してるので、月に2本ぐらいは出てるので、よかったら見てください。